すべては僕が選択した結果だ。結末を予想することもできたかもしれない。悲劇とは無縁な、違う未来になった可能性だってある。あ、水着。ちゃんと読みなさいよ。あ、ごめんごめん。でも、それは後になった今だから言えることで、本当に防ぐことができたのかなんて。なんか気まみれだね。あんたも少し黙ってなさい。知ることなどできない。うん、今回はキャッチャーオフできると楽しみにしてたのに、あなたが選ばれた時点でそれはない。でも、それでも、あの時違う選択をしていれば、あの日に戻ることができたなら、些細な選択の間違いが、その積み重ねが、今、目の前にある未来を形作ってしまったんだろう。少しずつ意識が遠のいていく。僕は、このまま消えてしまうんだろうか。遠くで、かすかに彼女の声が聞こえた。これからはずっと一緒だね。ということで、スマホゲーム、私だけいれば問題ないよね、の実況をしていきたいと思います。皆さんこんにちは、うぷ主のパトです。オオカです。ゼッカです。アリスです。あれ、今回はゲーム実況なんだね。最近はずっとストーリー茶番だったからゲーム実況が懐かしく感じるわね。本来はゲーム実況が主体なんだけどね。まあ、最近ずっとストーリーばっかりだったから、たまには息抜きを必要かなってね。それで、今回のゲームはどんなゲームなの？このゲームは LINE 形式で会話をしながら、ヒロインたちと仲良くなるゲームだと思っています。思ってるってなんか曖昧だね。うん、実は説明欄とか、事前チェックとか何にもしてないんだよ。けど、このゲームはただイチャイチャできるゲームじゃないということだけは分かっています。それってどういうことかしら？まあ、冒頭で大体イメージできたと思うけど、このゲームはヤンデレゲーだからね。ああ、なるほど。つまりこのメンバーは恋愛ゲームとホラーゲーム担当の私たちが最適だったわけね。その通り。あ、主人公の名前を決めれるね。ふふ、それじゃあ、ここは僕のセンスで。減衰で。あんたのセンスのなさにはびっくりだわ。ほら、運営からも却下されたわよ。ええ、なら僕は一体どうすれば。普通にうぷ主の名前でいいじゃない。ああ、僕がヤンデレちゃんたちに殺されてしまう。それからの前提で考えてた。あ、なんか雰囲気がとても可愛いね。今は花森かすみちゃんしか攻略できないみたいね。結構可愛い子だね。これがヤンデレに。まあ、まあ、先のことは後にして、かすみちゃんとお話ししてみようよ。ハートが溜まったらメッセージが来るみたいね。あ、来たわよ。それじゃあ、ちょっと変身してくるね。ここでしなさいよ。実況の意味がないでしょ。あ、僕とかすみちゃんの会話が。ゲームでしょ。そうだよ、パトがこんなにモテモテになれるわけないじゃない。で、ですよねー。せめてゲームの中でのリア充気分を味合わないとね。へぇ、10年ぶりの再会なのね。こりゃあ、ハートに火がつくのも時間の問題だな。不明や、不明ね、不明。でも、どんな恋愛が見れるかドキドキするわね。声優さんお願いしてるんだね。きっと声も可愛いんだろうな。そうね、声が可愛くて見た目も可愛いって。どうしたの？ま、なんでもないわよ。羨ましいな。それじゃあ、変身して、じゃんじゃん好感度を上げていこう。どうやってやるの？それは、いつも通り、下をタップすれば。選択肢だね。ここは慎重に選ばないと、最後の方になったら殺されちゃうかもしれないわよ。そうだね。それじゃあ、無難に一番上を選んでみます。好感度が一つアップしたわね。平凡な回答だったってことだね。地道な積み重ねが大事なんだよ。それで、この後はどうなるの？それは、返信が来るまで待つんだよ。え、それじゃあ、返信が来なかったらこの実況が成り立たないよ。ふふ、まったく廊下は、恋愛は慌てちゃいけないよ。どの口が言ってるのかしら。早く返信よこせ、この野郎。言ってることとやってることが違うんですけど、返信が来たわね。嬉しいだなんて、そんな。兄弟の恋愛事情ほど関わりたくないものはないわね。見てて、気持ち悪いだけだもんね。廊下の一言には選択肢の一番上を選ぶよ。それで、かすみちゃんにはどの選択肢を選ぶの？まあ、ここは真ん中が妥当かな。好感度が二つ増えたわね。また、返信待ちだね。ゲームなのに、この実際に連絡を取り合ってる感じがいいね。でもゲームの女の子は返信してくれるけど、リアルの女の子は返信してくれないから、うぷ主も満足そうでよかったわ。ねえ、そうやって僕のハートをえぐるのはやめていただけないでしょうか。てかすみちゃんから連絡した。なんだろう、
なんか虚しくなってきたわ。ダメよ、おうか。世の中には言っていいことと悪いことがあるのよ。たとえ、今の奥口が、キモくて、変態丸出しでも私たちは笑顔で見守っててあげないといけないんだから。そうだね。わかったよ、せっかちゃん。あの双子、すごいわね。ねえ、さっきから聞こえてるんだけど。あらあら、気にしないで。そうだよ、ほらほらかすみちゃんが待ってるよ。この不自然な笑顔が逆にきつい。とりあえず、真ん中を選択するね。これもハートだったくね。今回の実況は 5% まで親密度を上げることができたね。でも高が 5% よ。これからどんどん好感度を上げて 100% にしないと。うつ主の危険な恋愛はまだ始まったばかりだもんね。まあ、ゲームでも危険で、リアルでも妹たちに罵られて大変だと思うけど頑張ってね。あ、返信が来た。けど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよならー。